静岡県立沼津東高等学校は静岡県沼津市をかぐるにある県立高等学校。1901年に静岡県立沼津中学校として開校した静岡県の公立高校である。1996年に静岡県内の全日制高校としては初めて単位制を導入した。それと同時に2学期制を導入したが2008年により、 三学期制に戻された。通称は、沼東、東高。2008年8月から2009年3月の期間に、校舎大震工事が行われ、その間、旧静岡県立長泉高等学校校,校舎で、授業を行っていた。同窓会は、校齢同窓会と称し、県内のみならず、県外、企業にも、支部を持つ。同窓会は、 母校の各施設の充実のため会員に寄付を募り、これまでに校了記念館や運動舞踊トレーニング室等の建設に尽力した。生徒会は自治会と呼ばれている。戦後、新生の高等学校として再出発した際、かつて卒業生の多くが進学した旧生高等学校を意識して、生徒による自治を実現する組織ということで、自治会が発足した。 民主主義の基本原則に従って三権分立の仕組みとした。代議委員会、執行委員会、司法委員会からなる。これらをまとめて、自治会、三会、または単に、三年と呼ぶ。応援団は部ではなく、ホームルームから選出されたもので編成され、自治会の執行委員会の一部である。正式名称を、応援団運営委員会という。 全員入部制を原則とする。高齢祭の体育祭をはじめ学校行事が部単位で運営されることが多い。就熟度別授業編成と相まって授業における移動教室が多く、いわゆるホームルーム単位で授業を受ける機会が比較的少ない。戦後申請高校となった当初は経済的理由で学費納付が困難である生徒が多く、この対策として 校内で営業を認められた部があった。これらは運動部、文化部に対して構成部と呼ばれた。購買部、理髪部、食堂部、清掃部等が知られている。当初は各部ともに資本金10万円で発足し、一般の事業者に習って会計処理を行った上で部員に給与が支払われた。社会の安定とともに、その存在意義が薄れていき、徐々になくなっていった。 静岡県下の高等学校としては、富士宮北高校に次いで2番目に広い敷地を持つ。1993年に、自習室やホールまで備えた図書館、校了記念館が完成した。蔵書数は約5万冊。現在使われている校舎は1967年に完成した岡宮校舎である。 2002年には全教室に冷暖房が完備された。2008年に築40年を経過し、老朽化が進んだ校舎の耐震工事のため、学校、同窓会の全機能が旧長泉高校へ一時移転する。和光度の家とは、沼津市の南端の大瀬崎にある沼津東高校のバンガローの宿泊施設である。和光度の家部が管理する。なお、 卒業生や在校生が申請により使用できる。電気、水道、ガスコンロが完備されており、利用は無料である。この施設は学校創立60周年記念事業の一環として設置された。土地の造成工事から生徒が休日を利用して行った。部ごとに予算を与え、バンガローを建設した。ありがとうございます。